何神社ですか、ここは。ここは氷洲神社です。黒田省氷洲神社。ぬえたんちの人知らない、じゃない、知らない。誰のこれは。あ、黒田勘兵衛。黒田勘兵衛。黒田勘兵衛。ほんま、東海じゃね。黒田勘兵衛。黒田勘兵衛。そうやの、ぬえたんちの人全然違う場所でしたね。勘兵衛さんゆかりの、ね、勘兵衛が建立されたと伝わっている。あのゆかりがきとても難しいですけども、うん、とりあえず、ね、有名な方がこう建てて、ね、きっとあの地域の繁栄とそれからねみんなの幸せを願ってくれたっていう、まあ、そこだけでいいのではないでしょうか。はい、達さんじゃーん。じゃーん、トタツさん。これ私雨女だから雨降っておりますけれども牛の前で食べろというプロデューサーのね強い希望叶えなければならない。フリーランスの悲しさよ。そうそう、さあ広げて食べましょうか。はい、ではいただきます。いただきます。来ました、来ました。ちょっと雨の雨水、雨の味付けが雨水、雨水も入っておりますが天の恵みでございますのでいただきます。はい、これがトータスさんが考えた黒田昭和牛のトータスさん。おいしい。くジューシ ー柔らかい。あ、全然思ってた以上です。予想以上。普通の肉じゃない。普通の肉じゃない。いや、私がいつも食べてる300円の肉と偉いさ。これはやっぱ健進亭さん高級料亭の味。しかもこれは黒田昭和牛、甘い玉ねぎで肉が多い。多い、うん、ボリューム。トータさんが言われとった通り、言った通り、嘘はなかった。そして金ごまがこれ乗ってるのでしょうか。私だけ美味しいものを食べてすいません。みんな食べに来てください。稲荷ってちょっと歩かなあかんけど、雨上がりました。これ昔の、昔の工場があったのかな。もう食べ終わったかな。